6月8日、松山市三津埠頭で潜水艦救難艦ちはやの公開が行われました。潜水艦救難艦ちはやは、遭難や事故をした潜水艦から乗員を救出することを目的として、海上自衛隊が保有している救難艦です。潜水艦救難艦は日本に2隻配備されており、ちはやは広島県の呉、そしてもう1隻は神奈川県の横須賀市に配備されています。救助活動の際、ちはやに装備されている深海救難艇 DSRV が使用され、事故が起きている潜水艦のハッチとドッキングして船員の救出を行います。9日10日には一般公開が行われます。海上を守る装備の数々をぜひご覧になってはいかがでしょうか。